あ、ようやく起きたか。それにしても、いっぱい寝てたな。そんなに疲れていたのかまだ動かない方がいい。怪我しているみたいだ。あれお前、覚えてないのか昨日の喧嘩。 まあ、無理もねえな。お前、隣町の奴らに、ボコボコにされてたからな。え喧嘩していたのに、どうしてここに行って。そりゃあ、私が偶然通りかかって。お前を見つけたもんだから、間に入ってやったのよ。 ああ、大丈夫だ。あたしに怪我はない。あいつら弱かったし。あ、いや、なんでもない。それにしても、お前一人に十人は、卑怯だよな。代わりにきつーくお給を据えといてやったから。安心してくれ。 それより今日は一緒にいてくれるのかあ？またあいつらが来るかもしれないって <laughs> 大丈夫大丈夫どうしてそう言い切れるのかってそれはまあいいじゃんかそんなこと。 私と今日はお家デートしよう。じゃあネットフリックスでホラーのやつ見よう見よう。あれ、どうした？ちょっとトイレって。 じゃあ私もついていくえやめちゃうの本当にトイレ行かなくていいの怪しいなじゃあ一緒にホラー見よあっもしかして ホラーが苦手とか。そうだ、きっとそうだ。<laughs> お前は怖がりなんだなあ。あたしあたしは、あんまり怖くないかな。 あこういうときって怖いって言った方がポイントは高かったかなまあいいやだから一緒に見ようえ親から電話が来たって本当にちょっと私が出るよあ、ダメってなんで なんか都合つけて帰ろうとしてないで電話出なくていいのほらやっぱり私から離れたいから嘘ついたんだ。 まあいいけどさ今日は返さないよそういえば昨日の喧嘩の件だけどあれ実は私が全員ボコボコにして二度と近づかねえように誓わせたから お前に近づいてくるやつはもういないぞ誰もお前に触れさせない私がお前を守っていくもう誰にも触れさせない ここからも出したくない。私とだけいればいいじゃん。私がずっとずっと守ってやるから。ねここで二人で暮らしていこうな。 あ、まだ帰ろうとしてるのかだから返さないって言ってるじゃんかないい加減諦めよ私の言う通りにしろよ なんでこんなにうまくいかないんだろう <laughs> 私だけ見てればいいのにしょうがないわからないやつにはしっかりと教え込むしかないな あんまりこうやって実力行使するのは好きじゃないんだけどしょうがないよなここから逃げ出せなくしてやるからもうちょっと待っててな。 お前の足をボキボキにしてこの家から逃げられなくしてあげるからねあれどうしたの顔がこわばってるけど。 しくないのほら私と一緒に生活できるんだぞもっと喜ぶよなあそうかそうか声も出ないくらい嬉しいのか でも私はもっとお前の声が聞きたいからもう少し悲鳴を聞かせてくれると嬉しいなそうか聞かせてくれるか じゃあ小指を折って悲鳴を聞かせてくれないいくぞ準備はいいか <laughs> 大好きだぞせーの 最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。Twitter もやってるので、フォローよろしくね。それでは、おつだらー。